皆さんおはようございます。今日もアジカンについて、今日は実践をお話したいと思います。まず座り方は、座具を使って、そして、足を組みます。足は左足を太ももの中に、そして右足を太ももの上に上げるというのが、座り方。これを、半跏座と申します。そして、背筋を伸ばして、頭の先が、天井から引っ張られるようにぐーっと伸ばす。で、手は方解上院と申しまして、手を左手の上に右手を組んで丸く卵を持ったようにいたします。そして息を整える。まずは息を全部吐くことが大切です。吐いて吐いて、ずっとゆっくり大きく吐いて、吐き終わったら口を結んで鼻から息を吸います。で、これを10回ほど、 100% 息を吐いて 100% 息を吸う。そして阿息間の場合は口からあーと声を出して、で、吸うときはうん、あうんの呼吸です。で、ガチリン館アジカンに参りますと、目の前に掛け軸をかけて、その掛け軸がと自分が一体になる、ガチリンと一体になる、月の間を、丸いまん丸を感じ、それを自分の体の中に持ってきて、でそれをずっと大きくして、地球のように大きくして、逆に小さく小さく、ミクロの世界で、アジカンの時にはそれがアジという大日如来を目をつぶっても見えるように観想、そして、心の中に入れて、それをまた大きくしたり小さくしたり、これをずっと修行して、大日如来と一体になるような感覚、瞑想ができますと、心がすがすがしく、新たに生まれ変わったエネルギーが体に満ちて、新しい人生が開けるようになります。どうか皆さんもこの奥の院でのアジカン修行、いつ来られても、指導をいたしますので、ぜひご参加いただければと思います。